Wi-Fi の電波をスペアナで見ました。スペアナの動画パート4です。屋根の上にアンテナを置き、家の Wi-Fi はオフにして受信しました。このスペアナは 2.4GHz の Wi-Fi が受信できないので、コンバータを使いました。Wi-Fi の電波ってちょこっと出たり止まったりしています。そのために波形がすぐ消えますので、スペアナのピークホールド機能で波形を残しています。ピークホールド機能はトレースボタンで設定できます。コンバータをつけているので、スペアナの周波数に2050を足した数値が実際の受信周波数です。3GHz までのスペアナなら、コンバータはいらない。でも、3GHz までのスペアナは高いのですね。田舎ですけど、結構 Wi-Fi の電波が飛んでいます。周波数を確認するには、マーカーという紫色のドットを波形の上に乗せます。スタートとストップの周波数を切りの良い数値にしておいて、画面コピーを取り、後で周波数を調べることもできます。画面コピーは USB メモリに取るのが便利です。コピーは画面をダブルタップするかシステムメニューから取れます。この画像が画面コピーで撮ったものです。自分家の Wi-Fi は飛ばないけど、よその電波は結構入っています。今度は部屋の中で自分家の Wi-Fi を受信してみました。日本ではレアな MMDS コンバータです。まずはルーターはオフの状態でパソコンのみオンにして受信してみます。ポツン、ポツンと波形が見えてきました。つながる Wi-Fi の電波がないので、パソコンだけがあまり電波は出ません。ルーターをオンにしました。3倍速で再生しています。数分間、ピークホールド機能で波形を貯め続けた結果です。Wi-Fi は 2.4GHz 帯に14チャンネル分割り当てられています。使うチャンネルはパソコンやスマホが自動的に決めるので、普通は何も意識しません。